今回のスイと大垣ドラマダイアリーはこちら、火鉢カフェジュアンさんから大垣グルメをご紹介します。わあ、お庭があるよ。すごい素敵なお庭ですね。本当に、あ、すごいタイムスリップしたみたい。あ、癒される。本当に、あ、わあ、素敵な縁側。本当だ。あ、座布団だ。いいですね、レトロで、本当だね。かわいい。座ろっか、座ろっか。よいしょ。わあ、落ち着く。景色いいですね。あ、本当だ、さっきの景色だ ね素敵。ようこそいらっしゃいました。今日ちょっとご用意させていただいたのは、緑茶をこの宝禄っていうもので煎ってほうじ茶にしてきます。これ今見ていただくと炭が入ってますので、ね、ざざっと入れていただいて大丈夫です。でこれからずっと煎ってきます。で90度にクッと傾けてください。お湯注いできます。わー、いい香りが。わー、素敵な色。ちゃんと色出た。出てますね。わー、あったかい。みたいに本当に膨らんでます。あ、めっちゃ色出た。何言うの、生クリームみたいな。ふわふわ。わあ、美味しそう。いただきます。熱くない？大丈夫。美味しいです。皆さんもぜひ食べてください。なんか可愛い。あ、可愛い。あ、いい感じ。しかも真ん中で割れてます。ね、あ、美味しそう。可愛い。じゃあいただきます。わ、お餅カリカリ。お焦げの香ばしい香りがすごい美味しいです。あります。うま。わー、美味しそう。美味しそう。わー、うまいね。バッチリや。美味しそう。今回私たちがいただいたのはジュアンさんの焼き揚げセットと自分でほうじ茶です。この他にも焼きおにぎりとか、あとはなんとぜんざいとかも、はい、味わえるので、いろんなメニューが豊富になってます。このジュアンさんは古民家カフェで非日常的な空間を味わうことができます。都会暮らしのフグ君にもロケの合間なのにぜひ来ていただきたいです。お待ちしています。待ってるよ。